ヘルさん、チャキー・テトンは、ネパール、ムスタン・グン生まれのチベット系ネパール人で、女優兼歌手。通称、チャキー・テトン。チャキー・テトンは、音楽一家の生まれで、妹のナムギャル・ラモと一緒に、インドのダラムシャーラー郊外マクロード・ガンジで、チベット舞台芸術研究所に入学する。在学期間は11年で歌唱を専門に学ぶと、1974年に、研究所を去り、 オランダにわたる。オランダ在住中もチベット音楽への興味は尽きず1990年代初頭に再びこの分野に取り組むとテトンは1996年に最初の公演を行う。それに続いてヨーロッパとアメリカ各地で多くのコンサートが開かれた。また、チベット民主化コンサートシリーズにバンドチェンパギャングとして参加、ニューヨークとワシントン DC。 アムステルダムで演奏する。2000年には、ボーカルとしてこのバンドの初、アルバム、チベットからの声に参加、その後ソロに転向し、ダラムシャアラート、西ベンガル州で天礼及び、記念式典に出演を続けている。主要都市の海外公演は、東京を含めウディネ、バンクーバー、デリー、デヘラードゥーン、ジャイプール、台北などを重ね、ツアー先の台北で、初ソロアルバム、 ボイセズ・フロム・タラを作成。主題は17世紀頃のチベット音楽、チベット東部及び北東部の遊牧民投資のルーと呼ばれる歌を中心に組んだ。またテトンは、チベットの様々な地域の民族音楽もレパートリーに加えている。映画では、テトンは、セブン・イヤーズ・イン・チベットに姉妹で出演し、劇中の音楽で、バンドのチェンパギャングも加わり、共演者は、ナムギャルラも、 ダバデン・ギョール像であった。ヤン・バンデン・バーグがこのバンドを追ったドキュメンタリー作品、セブン・ドリームス・オブ・チベットを2001年に監督している。2006年、彼女はミラレパ映画、ミラレパで女優デビューを果たす。ミラレパの母カルモキエンが若かった頃を演じた。セブン・イヤーズ・イン・チベット、ディスカッション・ウィズ・ロ・ホッパ・ゾンチョ、ハット・ミラレパ・ MDB、ありがとうございます。